推しが好きすぎる Google アプリなら深掘りできる。今夜のカップ麺は明星一平ちゃんよ店の焼きそば、焼きとうもろこし、焦がし醤油味、2024年7月29日新発売なのだ。さて皆さんこんばんは。ひろゆきも紹介しない新作カップ麺を毎日ひたすら紹介するやべえやつ、カップ型のです。今夜はけなしの赤子からおじいさんまで大好物の焼きとうもろこし味のカップ麺を作っていこうと思います。昨今では塩だれや焼肉、お好み焼きなど鉄板焼きに合いそうみたいな味が中心で、この夏もお祭りの屋台の味が人気なようですし、私も大好物ではございますが、やはり夜店の焼きそばと銘打ってるんで、やっぱり帰ってくる場所は夜店の焼きそばなんだなと思う次第でございます。焼きとうもろこしというのは甘くて香りの良い、それだけでメインディッシュを張れるような存在とも言えるわけですけども、それを今回は焦がし醤油で味付けしようっていうんだから贅沢なものになります。実食開口一番、僕の彼女というか妻というかサイ君というから言うわけですよ。嫌がくせえってただくせえわけじゃなくて、やつも残しくせえんだと。正直もう一ひねり欲しいかな。焦がし醤油の風味は確かに香ばしいけど、全体的にちょっと単調で、やとうもろこしの甘みも期待したほど際立ってない。ソースも特製マヨものを濃すぎて、他の味がうずもれちゃってる感じ。夏祭り気分を狙った割には、ただの焼きそばの延長線上にある一品かなって印象です。めっちゃ普通。ごちそうさま。